今日は4っていう。この広瀬はもうすでに準備万端。怪しい親父になってます。じゃあ後ろ向きにやるか。朝まだ元気があったからギリギリ来ちゃった。やったー。いや、広瀬バンドの人だったら俺はちょっと行けるかな。行きますよ。ちょっと遠いんだよな。俺釣れないし。やっときました。おかしいよって言われちゃった。悪かったっけ。このサバにいるね。あー、熱すぎた。やったー。釣れてます、釣れてます、釣れてます。なんかね、あ、これ入れたのがもうここら辺まで流れた。なんだよね、半径斜めにしとくといいんだけど、立ってきちゃうと引かないんだよね、このとは言わないけど。はい、ありがとう。外側にちょっと出たら釣れ始めて、ちゃんのなんか犬を釣ってます。イエイ、多いサイズ。皆さん釣ってます。来た来た。もうなんかちょっと踏ん張るぞ、ね、中間すごいな。もう暴れてるところでさ、そこにまた来る。あ、巻きすぎだっつう。面白い、うん、ヨタ見てると面白いな。ああ、なんか魚寄ってきたと思ってガカッてなって、かかって暴れたらまた寄ってくるな。中のものが残ってると思われるの。ここで島さんが入れるとちょっと遠いものが、当たる。あれ当たらねえな。魚は持ってたんだけどな、当たらねえぞ。当たった。本当だ。魚を見ながら寄ってきたらポンポン。最初から届いて。寄ってきたらポンポンって振ると、はい、またさらにもう一回素晴らしい。腰持ってバッチリします。おっしゃる通りだ。
大活躍です。うん、もう寄ってきたなと思って。行ったとたんに。寄ったときの、寄ったときの振りがなかった。なかったよ。おお。あ、外れた。あ、いた。あっちゃい。これも今、ヨタ見てて、あ、なんか上映が濃くなってきたぞって思ったな。あ、危なかった、口に入れ。お、なんかすごい、上映が。そうか。おお。あれ、薄くなってきた。タケちゃんが終わったからかな、薄くなってきた。本当。こっちに来い。ここで待つ。お、来た。お、来た来た。こっち来い。寄ってきたぞと思ったら。ごませの反応、ごませの反応すごいな。うん、おお。あ、途中ごませバランバランと、お、いいサイズになったぞ。ちょっとサイズアップです。これがまたそっちへ行くんだよ。すごい群れてりゃいいんだけどな。これでそろそろ来てくれていい。おお、寄ってきてよ。来た。これは来るぞ。来た来た寄ってきてよ。来たって予算見てたらこれ、この後あったと思ったら、うん、おー、引くなお前。予算、久々に来ました。おー、寄ってきてよ。来たっていうのが分かる。暴れてるとその間に今すげえ。そう。大きいね、すんないかな。おお、なんかでかい。でかくなったぞ。よし。あ、外れた。多分逃げた瞬間に外れた。あ、おい、おめでとう、近くありそう。これが油の元になる。多分入れた瞬間、やはりでビローンってもう伸びてる。やっぱ半ペタ止めてますね。でも一匹釣ってくる時が一番あれだよな。うわーって言うな。
寄ってきたんだけどな、今。たら。わからねえじゃん、気持ちで。やっぱさ、魚探見てるとその通りだな。もう群れが帰ってきたぞ、と思う。うん、そうだな。おお。人間ループに入ってきました。やっぱビニールで止めとくな。来た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 。あ、この下に今すごいいっぱい。あ、消えてく。おお、もうえれぐりだな、みんな。みんな多分忙しいね。来た来た。おお。まずい。また口切れしちゃうかや。ドラがちょっと緩めてみた。早く回されちゃうってマジで。なんか情けないな。おお。そこそこなサイズ。うん、魚探見てるともう、ああ、来そうだ来そうだってちょっと分かるな。ああ、でもなんか俺、ずっとサイズダウンしたままなんだけど。ビデオスタートしてみたら。俺もちっちゃいんだよ。自然と口に。一番でかい。あ、でもこれもちっちゃそう、俺。なんで？この群れはね、あ、同じサイズだ。本日最初を更新した気がする。うん、ほら。でも美味しいね。最初、広瀬のアップです。ここで釣ったら男だ。今終わったような気がするな。釣れなかった模様です。でも一時、逃げ見ましたね。素晴らしい。はい、お疲れでした。大量でしたか。うわ、すごい、牛の満タン。
絶対クーラー入りきらないな。もう冷蔵庫開けないとだから。そうだな。いやー恒例の旅釣り終了です。ちょうどこんな。